日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。少し前なんですが、娘の誕生日パーティーをしました。歌が好きな娘はカラオケパーティーをやりたいと言ったので、夫がアンプを使ってエコーがかかって歌えるようにしました。 歌は YouTube から選んでテレビ画面に映しました娘とその友達は歌は上手なんですがせっかくマイクでエコーがかかっているにもかかわらず小さな声で歌っていますカラオケにしては上品すぎますそこで私が大きな声でボンジョビを歌ったんですが娘とその友達 家族からは随分びっくりされました。普段はおとなしいユミさんがボンジョビをシャウトしたんですから少し引いていたかもしれません。でも私としてはカラオケをもっと楽しんでほしいと思ったので思い切って騒いでみました。カラオケは日本で生まれて世界中に広がりました。カラオケという言葉は英語にもなっているので 日本でで始まったと知らないい人も多いようです。カラオケは私の子どもの頃からあって日本人は歌をいつでもどこでも楽しんできました宴会の席でも歌いますし結婚式でも歌いますカラオケボックスがどこでもあって大きな声で大きな音で歌います下手だっていいんです楽しければいいんです ちょっとお酒を飲んでいい気分になって自分のお気に入りの歌を大きな声で歌う。これがカラオケです。歌のコンテストや発表会じゃないんですね。それをわかってもらいたかったのですが、ただ大声でバカみたいに歌うクレイジーなお母さんに見えただけかもしれないのはちょっと残念です。 日本人は普段はすごく一生懸命働きます。真面目で他人に気を使ってきちんとマナーを守ります。でもいざ遊ぶ楽しむという時になると180度変わります。オンとオフがすごくはっきりしているんですね。特にお酒を飲む時は陽気になって大はしゃぎしますから。 普段すごく真面目なおとなしい人が大変身というのはよくあります。カラオケもその楽しむはしゃぐ文化から生まれたものなんです。カラオケはぜひ大きな声で楽しく歌ってください。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。w w w まことプラスドットコムを見てください。それではまた。日本語の種でした。